一人でうちの中でろくでもないこと考えてる間に終わっちゃうね。いつ電話してもいないっていうけど頭の中で爆音でおかげだって聞こえねえよ。迷子になった覚えはない。ビードに乗ってる瞬間も隠しても最後に飛び乗ったってわけもないぜ。それは単純だけど少しの目の息で何にでも変われるって。馬に変身盛り上がってない時も何らかの楽しみ方があって。迷子になった覚えはない。ビードに乗ってる瞬間も隠しても最後に飛び乗ったってわけもないぜ。時にはもう分かってたね。それは単純だけど少しの目の位置で何にでも見えるっていうこと。迷子になった覚えはない。